まったく世話の焼ける兄貴だこれが済んだら差しで飲もうぜ <laughs> ああお前たちの選択は世界の均衡を崩壊させ混沌の時代をもたらすのだぞ混沌の時代だろうとなかろうとてめえらの運命はてめえらで決める これ以上貴様らのゲームに付き合う気はないこれ以上争いをもたらすのはやめてそれでも私の大切な人を家族を傷つけようとするのならば私はあなたと戦いますお前たちは何も分かっていない。 女神族と魔人族は未来永劫を争いを運命づけられてきた聖戦を続けることは世界の均衡を保つために他ならない世界の均衡を保つために聖戦を続けるなぜそんなことを <laughs> 緊張した。<laughs> お帰りなさいませ、ゼルドリス王子、うん、なるほど。しかし、ゲセンナ、ダリアとダブズがいかなる強大な力を持っていようと、魔界の正気を晴らすことなど、不可能だですが、事実なのです。あの二人からは何か得体の知れぬの力を感じます。うん、本当だ。 この俺も協力したなぜです、ゼルドリス様言いたいことは、山ほどあるだろうがまずは、目の前の問題を解決した後にしてくれ。メリオダスとエリザベスを救出する。誰か手を貸してくれ。<laughs> そうですね、あのーまあ、僕たちアニメテレビシリーズがスタートしてもう7年近くともに過ごさせていただいているんですけども、はい、原作完結そしてアニメも最終章というタイミングで、えー、こうやって2度目の劇場版、はい、を公開させていただけるというのは本当に嬉しかったですし、はい、まあ内容としても原作の鈴木中葉先生書き下ろしで、はい、そして、ね、ポスターを見ていただくと分かるんですけど僕としては。 メリオダスとゼルドリス、はい、この長年、ちょっと因縁のあった2人の兄弟が共闘するという,う、ねはい、お話だったので、はいまあね、先ほど生アフレコ「小賀アフレコ」もやらせていただきましたが <laughs> あんな感じでこう結構自分と自分で喋るシーンも多かったりして、ええ、あの大変ではあったんですけどその分楽しみでしたし、はい、あのアフレコが終わった後もすごい素敵な作品が生まれたなと感じましたね。 はい、先ほどのアフレコもメリオダスとゼルドリス両方を味わえるアフレコでとても豪華でしたよね。<laughs> いやー、ね、しかも結構 まあ、クライマックスというか戦いが盛り上がっているシーンだったので 2>, <ー>あの2人ともこう勢いがすごかったんですけど、はい、もうちょっとこう普段のメリオダスってひょうひょうと、ねはい、している面があるのでその辺あの、序盤のシーンあたりをもしご覧いただけたら 2>,、うん、2人の,その違いっていうのも含めて楽しんでいただけるのかなと思いますす、はい、そうですねあのやっぱり劇場版を2度もできる作品ってすごくこう限られているので、はい、すごく2度目の劇場版 嬉しし、かったですしあとはあの私がずっと気になっていたこの再更新とのシーンがあるということで、はいうん、それは原作にも描かれていない部分なのですごく楽ししみでしたあ。あの7つの滞在は漫画も拝見していて<あ>アニメもずっと追いかけていて、ね、一ファンだったので、はい、オファーを頂い,いた時はまさか自分がその世界に入ることができるなんて思ってなかったので。うん 夢かなと思っってすすごくあの嬉しかったです、うん、同じくです漫画原作もですしアニメも見ててただの本当にファンだったんですけども、うん、だからこそなんかこのお話をいただいた時なんかい,いいのかなというその完成された世界にちょっと僕が入っていいのかなってちょっと悩んだんですけど「<laughs> はい、魔人 A」という距離感、はい、これちょうどいいんじゃないかという。<laughs> 非常になんかちょっと,ちょっとまあ関わらせてもらってるよって片足ぐらい入れさせてもらってる感じなんでもう自分としてはすっごい好きな作品に名前が残るっていうのは本当にぜいたく、ね、<ー>なそのラフ画とか見せていただいたんですけども、うん、あの家で何枚かコピーしましたそれぐらい嬉しかったあの娘が塗り絵してますけどテレビシリーズのもう最終話と。 ほぼ同じようなタイミングで、うんえー、この劇場版の収録もあったので一気に7つの滞在のなんでしょうピークが、うん、ー自分の中にこう押し寄せてくるような印象があって僕は、まあ、しかもメリオダスとゼルドリスがあったので2日間に分かれて収録があって、はい、でその前日にテレビシリーズの収録もあったので3日間も7つの滞在付けだったので、うん、なんかすごい、うん、今までの,その7年間が 蘇るような感じがありつつでも、ね、最終回の,そのアフレコの時は意外と実感がなくてうんあこんこういう感じなのかなって。 ね、コロナ禍でみんなで一緒に撮れてないのもあってなかなかこう意識できてないのかなと思っていたらやっぱ最後のセリフ言い終わって OK が出た時に急に寂しさがこう胸にこみ上げてきて、はい、きっと放送を見てこの劇場の公開を見て泣いちゃうんじゃないかなっていうふうに、はい、そのぐらいやっぱ思い入れのある。 作品キャラクター現場ですねその私もカジさんと同じでアフレコしてる時はすごくこう集中しているんですけど終わった途端にあもうこれで終わりなのかっていうのはう、はい、すごく感じましたね、はい、でもあのやっぱり7年以上、えー、エリザベスを演じさせていただいて彼女のパートナーとして共に歩ませていただいてきてそれで彼女から得たものっていうのがたくさんあって、まあ、母性であったり包容力であったり、はい、あのエリザベスが持っているものを私はい 私も、えー、一緒に感じ学ばせていただいてやっぱりこう今だから演じられるエリザベスをこの劇場版に詰め込めたんじゃないかなっていうふうには思えていますまだこうなんか自分の中でこれどうなったんやろなって思う部分がたくさんあって、はい、それがなんか劇場版を見ることで全部が解除されて完結されたっていう部分があってすごくあすっきりしたっていうまずはその気持ちがありましたね、うんで。このポスターでもちょっとファンは、はい だいぶわくわくする構図になっているので、えー、ずっとここがねえ手組んだらいいのになっていうようなのもう夢のようなタッグチームが繰り広げられてます、えー、でし、はいまあ、結局脇役がいない全員主役なぐらい、ね、見せ場があったので、はい、ファンとしてもやっぱこれは絶対見逃せないなと思いました最高神ってあの本当に神であって、はい、人間ではないので、うん、あんまり感情表現っていうのが普通の子。 私の知ってる感情表現と神の感情表現は違ったりしてて何でしょうあのみんなに対して少しこうなんだろう上から目線で言葉を発するとかあのリアクションであっても形はあるのかないのかわからないような存在なので攻撃を受けても。 リアクションがどこまでその浸透しているのかっていう加減とかも難しかったりしてあの演出で何でしょうもうちょっと見下していく感じに話してみてくださいとかいろいろアドバイス受けたりとかあと目を開く音を出してくださいって実写のお芝居だとないですもんね目を開く音ですみたいな。 はい、なんかすごい、あの今まで、やったことない、あのチャレンジができたので。あのすごく楽しかったんですけど、うん、あの。この大好きな世界観を崩さないように、頑張って、あの最高神を演じさせていただきました。これ、後になれば、なるほど。嫌な <laughs> や,やつじゃないですか。倉科 <laughs>、はい、さん、お願いします。<laughs> <laughs> 早かったな,なこあります、ほとんど。えっと、私、結構あの連絡が、まめじゃない方で。はい で先輩方から LINE とか連絡が来ても、うん、あの結構、遅れることが多くって、うんはい、今、ちょっとあの舞台とかも公演していていっぱいいっぱいでほぼ連絡が返せていないっていう罪を犯しております。 はははい、い、いい、次さんお願しますすそうでね、私、食べるのがすごい好きでで、欲望に任せて食べまくってたらちょっと太りましてそれでちょっと前にダイエットをしてたんですけどでも、ちょっと誘惑に勝てずにご飯一杯と餃子を食べてこれで終わりにしようと思ってたんですけどその後、大盛り一杯のバター醤油ご飯を食べてしまいました。しそう はいちょっと食欲の罪ですねバター醤油ご飯には勝てないですよねはいはいではカジさんお願いしますはいえー今今食欲の罪で行くとですね僕もやっぱりあの食の食欲には勝てなくてまあこういう機会ってこうお弁当とか用意していただくんですけどもまあ結構こうお肉とお魚とかまあね選べる時もあの用意してくださってる時があって でやっぱすごいお腹空いてるときって、うん、悩んでしまうんですよね、はい、どっちが今の自分が欲してるだろうと、<ー> <laughs> で、まあ、マネージャー等と相談しまして、はいえー、結果、なんかこう頑張ってるかなっていうときは、はい、肉と魚、ちょっとずつ両方もらうっていう<ー>、<laughs> <laughs> そういうちょっとね、甘えの罪を。 ええお菓子とです。はお弁当二つの罪です。いやあもうやっぱねちょっとずついろいろ食べたいタイプなんですよね。おいしいから食べたくなっちゃいます。そうです。ささではお願いします。さじゃないのよ。こんな挙手する場面じゃないですよ本当ですよ。では最後お願いします。最後いやまあそうですねやっぱ僕ちょっと娘に甘すぎるというか。 子供が今3歳の女の子なんですけどなんか食事中とかに結構ふざけるようになって注意されるのが楽しいみたいなフォーク持って走ったりしてそれはほんまに危ないからうちの奥さんが笑い事じゃないよって言ってめっちゃ怒るんですけどその笑い事じゃないよっていう言葉をめっちゃ気に入ったみたいでそれが言いたいたんですよだから僕が僕が普通に歩いてたなんかお風呂上がりの娘が裸で来てものすごく僕に向かってお尻振ってさすがに笑ってしまったら「いや笑い事じゃないよ」って言われて <laughs>。 いやそのさすがに,<逆>に<笑>,笑かしといてそれはないよっていうちょっと芸人の娘っぽくなってるんですけどちょっとそのセリフが聞くだけで僕は無理やり笑うっていう,そうもう娘ばっかりですね今はかわいいです甘すぎる罪ということで甘すぎる甘すぎる罪気に入られたくて僕がやりませんアプリなんか二十個ぐらい今ダウンロードしてま <laughs> アプリでちょっとするという Hehehehe <laughs>